こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのくんじです。アレンジから見たい方はこちらの秒数まで飛ばしてみてみてください。はい、というわけで今日のテーマはボブでもできるゴム1つしか使わないヘアアレンジ4つです。ボブに切っちゃうとアレンジができなくて切ったのを後悔したっていう方も多いと思うし、私もそう思ったことがあったので、この動画で少しでもできるアレンジを増やしてボブのヘアスタイルもボブのヘアアレンジも楽しんでいただけたら嬉しいです。私は髪が今このくらいでボブから伸ばしていて結構伸びてきたんですけど、前はボブの時期とかもあったので、その時の動画のゴム1本だけでやっているアレンジを4つまとめたので、そちらを紹介していきます。以前の動画になるので、お部屋の雰囲気とか私の顔とか髪色とかが違う感じにはなってくるとは思うんですけど、まあその辺はご了承いただきまして、アレンジのやり方をぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。というわけで早速ヘアアレンジ4つご紹介していきます。こちらのヘアアレンジをご紹介します。まずは髪の毛をだいたいこのくらい、耳の上3センチぐらいかなと耳の後ろ3センチぐらい、こんな感じのここら辺の毛束を残しておきます。こっちも同じです。大体このくらいかな、このくらいを両方残して後ろで一つ結びにしていきます。で、ここから終始後ろ姿になりますので、こちら側で解説をしながらお伝えしていきたいと思います。はい、では解説していきます。まずは先ほど両サイドに残した毛以外を後ろに持ってきて一つに結びます。で、位置は気持ち低めの位置で縛ってあげると可愛いかなと思います。最後、毛先を通し切らずにお団子の状態にしたまま縛ります。で、このお団子がちょっと取れそうで心配だなっていう方はシリコンゴムをもう1本ここにつけておくとお団子が強化されます。先ほど残しておいた両サイドの毛、片方どちらからでも大丈夫なので、それを取って2つに分けます。そしたら後ろに向かってネジネジしていきます。後ろに少し引っ張りながらネジネジするのがポイントです。で、毛先の方までネジネジできたら、片方で毛先を持ちながらもう片方の手で少しほぐしていきます。後からもほぐしの調整はできるので軽くで大丈夫です。で、軽くほぐせたらお団子があるところの上を通って巻きつけます。で、下の方にどこからでもいいのでゴムがあると思うので、そのゴムを1本引っ張り出してその毛先をゴムの中に通します。その時に選ぶゴムはなるべくこうあんまり引っ張れないきつめのゴムを選ぶのがポイントです。そしたら反対側も同じです。後ろに向かって少し引っ張りながらネジネジをして、またお団子の上を通ってゴムを引っ張り出してその中に毛先を通します。
で、ここまで来たらあとはほぐすだけです。ほぐし方は片方の手でお団子を支えながら本当に爪先でちょこちょこちょこっと引き出していきます。この時後ろの作業になるので合わせ鏡で確認しながら、ちょっとほぐしたら確認して、ちょっとほぐしたら確認してって少しずつ進めていくと失敗しにくいかなと思います。で、ネジネジの部分とお団子の部分はほぐしすぎると毛先がぴょんぴょん出てきてしまう可能性があります。なのであまりほぐしすぎには注意した方がいいかなと思います。というわけでこんな感じでほぐせたら完成です。そしてこちらをご紹介していきます。髪の毛を分け取ります。こうやって横の部分こんな感じですね。毛束を2つに分けて後ろに向かってねじります。で、この時にこのもう根元からこんな風にネジネジしてしまうと、こうやって後ろにやった時にここがボコッとなってしまうのが気になったりするので、なるべくこの後ろにピタッと持っていった状態でねじってあげるのが綺麗にうまくできるコツになりますので、2つに分けたら結構体勢きついんですけど後ろに持っていって、でイメージ的にはここじゃなくてこの辺からねじっていくイメージです。なのでこの辺に持ったらここからこんな感じで、こういう風にねじっていきます。そうするとここがポコッとなりにくくて綺麗なヘアアレンジに仕上げられると思います。で、このネジネジは一旦止めておきたいので、こういったヘアクリップを用意してこれを上で止めておきます。こんな感じで、こちら側も同じ作業をしていきます。こんな感じで耳のところあたりで取ったら、なるべく後ろに持っていって2つに分けて後ろでねじる。はい、そしたらこっちでこの毛先は掴んだままこのクリップを外します。この毛先を反対の手で押さえてクリップを外してこれを掴む感じです。で、これを後ろで縛っていきます。まだ何もしていない毛束を少し掴んで、その毛束と一緒にネジネジの2つを縛っていきます。縛れたらここでくるりんぱをします。このくるりんぱしたところをほぐしていきます。ここも髪が短めなのであんまり大きくほぐしてしまうと毛先がぴょんぴょん出てきてしまう可能性があるので、そんなにほぐさずに様子を見ながらほぐしてあげてください。こんな感じでほぐせたら完成です。次はこちらを紹介していきます。まずは後ろに向かってしっかりと手ぐしします。一
つに髪を縛っていくのですが、最後毛先は出し切らずに縛るようにしてください。こんな感じでお団子に縛りましょう。これをお団子ごとクリリンパしていきます。で、穴を開けるのですが、指1本入るくらいの小さめの穴にしてもらって、あまり大きく穴を開けすぎないようにしてください。で、そこにお団子を入れ込みます。そしたらあとはほぐしていきます。髪が短い方はほぐしすぎるとビュンビュン毛先が出てきてしまいますので、あまりほぐしすぎないように注意してください。クリリンパしたところのすぐ上の部分はへっこんでしまうので、必ずほぐすようにしましょう。で、こんな感じでほぐせたら完成です。次、こちらをご紹介していきます。こめかみの部分から後ろに斜めに大体三角形になるようなイメージで髪の毛を分け取ります。で、ここで縛っていきます。最後の毛先なのですが、お団子状にしたいので毛先は出し切らずに縛ります。でも、あとはほぐしたら完成になります。ほぐす時は本当に爪先でちょびっちょびっちょびってほぐしていくような感じです。で、できれば後ろの作業になるので、合わせ鏡をしながら少しずつ進んでいって、確認して進んで確認してっていう感じでやっていくと失敗が少なくなるかなと思います。で、こんな感じでほぐせたらもう完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はボブの方でもできるヘアアレンジを4つご紹介してみました。まだ気温が高くて暑いからまとめ髪しようっていう方はまとめ髪のアレンジを見てもらって、そろそろ秋になるしハーフアップやりたいな、ハーフアップ練習しようかなっていう人はハーフアップのアレンジを見ていただけたらいいかなと思って、2、2に分けてご紹介してみました。私の髪がこのくらいに伸びてきちゃっていて、今はボブにバッサリ切るっていう予定はないので、前の動画をまとめた動画にはなってしまいましたが、私の配信している動画、全ての動画を見ている方はほとんどいないんじゃないかなと思うので、こういったまとめの動画もちょこちょこ出していって、皆様にできるアレンジを増やしていっていただきたいなと思います。もちろん新しいアレンジの動画もたくさん配信しているので、これからもぜひ見ていただけると嬉しいです。もしわからないところとか質問リクエスト等あればコメントでいただけると、私が見てなるべく全て返信するようにしておりますので、ぜひコメントもたくさんお待ちしております。というわけで、また皆様もお家も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。